はい、浅井選手です。よろしくお願いします。こんにちは。どう最近はその7社立てだったり、7社走った？まだ走ってないんですけれども、はい、あ、じゃあ全く今回もずっと9社だからあまり影響ない、はい、そうですね、ちょっと前回の成績というかね、うん、感触がすごい悪かったので、あ、福井それを修正してきたっていう形ですね、うん、で今回予選もあるじゃない、はい、予選ってずいぶん走ってないじゃないのですね。久しぶりに走るんですけれども。何年ぶりぐらいSS が長かったので、まあ、8年は走ってないか、もしくはあの共同とかがあったぐらいかなっていう、うん、そうか、あれはね、あのオール予選みたいなのがあったけど、はい、それ以外はない。そうですね、はい、ね、ということは一応明日2着権利みたいだけど、はい、まあ、そうですね、しっかり2着というかね、あの1着を狙って走りたいと思いますね、うん、結構プレッシャーかかるんじゃない、久しぶりで。あんまり予選っていうところではね、緊張はないんですけど、うん、やっぱり勝たないといけないっていうプレッシャーを自分で持って走ってるので、ね、はい、うん、そこですね。明日の柴崎、はい、一緒だし、はい、でなんか相手は酒井とか、はい、若いのがいて吉田とかいるし。そうですね、吉田君が番手ですもんね、うん、で難関勢も強いので、うん、鈴木君も最近調子いいし、年、うん、は一緒なんですけど、うん、まあ、いいレースするので、まあ、自分もねしっかり自力で走って、うん、明日自分でやるの？はい、やろうと思ってます。やっぱり出ないと危ないよな自分でやらないと。そうですね、人任せだと、はい、まあ、自分で動いて、あとはもうね、うん、アッシュ君といろいろ話をして、うん、前を回るっていう形を取ったんですけど、はい、まあ、その方がね、はい、島崎も、はい、結果ついていきゃ2着あるし、抜きゃ1着だし。そうですね、いつも頑張ってくれてる分ね、自分も精一杯、自分のできる限りで頑張ろうとは思うんですけど、なんかね、でもね、逆にそれ聞いて安心した気がする。あ、本当ですか。うん、自分でやってくれた方が、はい、ね、お客さんも。そうですね、一番ね、こう人に任せといて、はい、人が失敗したからやっぱり俺もダメだったっていうのが、はい、やっぱ一番いけないと思うんだよ、はい、特に、ね、人気を背負う選手は。そうですね、やっぱり実はそれでやめたんだから。あ、そうなんですね。人の後ろ回ることが多くなって、はい、あ、はい、でやっぱり前失敗されると、はい、もう自分ではどうしようもなくなるケースが出てくるじゃない、はい、でもそれをなんとかできるうちは全然平気だけど、あ、そうですね、できなくなったらこれはやっぱりダメだなと、はい、でお客さん迷惑かけるなと思って、もうそうそうやめちゃおうかなと思ってやめたんで。いや、中野さんほど超有名になれればやっぱりねやめれますけど、僕らもね、本当に毎年タイトルもしくはグランプリを取る選手になればね、うん、もうちょっと有名にはなれるんですけど、ね、そこを目指して本当に競輪選手って多分中野浩一っていう像があって、そこを目指してやってきてたので、まあ、僕たちもねそういう選手になれるように本当に頑張っていきたいとは思ってるんです、ね、でもね、浅井君はね、はい、そういった形で自分で明日は戦うっていうところが、はい、これはかえって好感持てるし、思い切った競争もできるよ、できるし、はい、ね、納得できると思うんで、はい、そうですね、やっぱり自分の中でやっぱり7社立てにどんどん変わっていくって言ったとしても、うん、自分のレースをすれば、うん、日本の競輪だと思ってるんで、うん、やっぱり自分が前で走って競輪っていうところの楽しみをもっと、うん、広げたいなっていうふうには思ってるので、うん、まあ、旧車であるから、はい、どっちかっていうと紛れもあるし、はい、いろんな人がねやっぱりいろんなことを考えながら走ると、はい、7車の方がちょっと考えることは少ないんで。そうですね、やっぱり展開が単調になってしまうので、うん、見てるお客様としてはつまらないっていうふうに思うかもしれないけど、うん、その中でまあ、楽しみを生み出してもらえばいいし、もしくは車検がいいとか、ね、当たりやすいとかっていう風によくなればいいんですけど、僕たち選手って9社でも7社でも何社でも一緒なんですよね。ある意味スプリントでも勝ちたいから1着を狙う、うん、2人でも7人でも9人でも一緒なんですよね。そうそう、1着を、ね、はい、常に目指してっていうところがね、はい、基本で走ってもらってれば、そうです、お客様も安心して車検変えるんだけどね、はい、うん、なんか、7社になったら急に単調になって、はい、4番手でもいいとか言われちゃうと、それちょっとちゃうんじゃないとかってあるから。そうですよね、うん、はい、やっぱり、まあ、その7社と9社の競輪は違うっていうレースをしないといけないと思うし、うん、基本的には7社になれば自力が多くなるなっていうふうには感じているので、うん、今もしっかり9社でも自力をしっかり走っておく、うん、でもやっぱりグランプリもしくは G1 っていうのは9社なので、うんうん、まあ、そこを目指してやっていくっていう過程にはしていきたいなとは思ってますね、はい、じゃあ明日しっかり期待して自力の浅井を見てるから、はい、そんな期待しないよ。いやいやいや、いやだって今年の記念の優勝だって最終的に自分でまくってるわけだから、はい、あ、そうですね、はい、ね、コーチも鮮やかにまくったし、はい、ね、そういうレースを期待してるんで、はい、頑張ります、はい、ありがとうございます。最後にファンの皆さん一言、はい、今回、セリップ走ります、応援お願いします。